え皆さん、こんにちは。武田邦彦です。実は私のブログは長らく、ポストキャットっていうのかなとかですね、そういうふうにこう、音声だけを一応目的にしてやりました。しかし最近では YouTube も非常に普及しておりますし、まあ、あのー、画像をちょっとつけた方がわかりやすいと。例えば音声だけ聞く電話よりかですね、どうもズームの方が相手の気持ちもよくわかるということで、今日からですね、えー、少し試しにですけども、 えー、映像で、えー、ブログをやってみたいと。何しろ私のブログはもう20年ぐらいの歴史があってずっとやってますんでね。えー、その、うまくいくかどうかわかりませんが、とにかくやろうと思います。今日は、武田邦彦の逆転講座の4番ですね。えー、っと、人はいつも錯覚しているというものを、まあ2つか3つぐらいちょっとやってみたいと思うんですね。 これは私があの物理のですね、割合と物理科学っつった方が正確なんですが、物理科学の基礎研究をずっとやってまいりまして、基礎研究をやると、人間が、何ちゅうますか、謙虚になるというかですね、なぜ謙虚になるかっていうと、もう理論でがっちり検討するんですよ。これはこうなるな、A は B になるな、B は C になるなってものすごく検討して、よし、間違いないと。ところが、我々実験するんですね。 実験というのは何の目的で実験するかっていうと、その A が B になる、B が C になるというのが間違いかもしれないから、まあ、自然に正解を聞くわけですよ。まあ、小学生がね、ドリルやってからなんか答えをこう見るのと一緒なんですね。それが実験なんですね。だ実験というのは思う通りの結果が得られてもいいんだけど、思う通りの結果が得られないっついうのはまたいいわけですね。そこでこう進歩するわけです。あ、そうだったかとわかるわけですね。 その意味で、まあ我々研究をされてない人で、まあ夫婦喧嘩の多い人なんかが多いんですけど、それからなんかこう思い込んでて、これが正しいと思い込んでて主張する激昂型の人なんかも多いんですが、自分が正しいことが分かってると、そういうその意識が強いんですね。例えば夫婦喧嘩でも、妻の言うことは間違ってる。夫はなぜこんなことが分かんないのかっていうのもそれなんですね。じゃあなぜそれが起こるのかと。 それが分かればですね、相当世の中はこう我、我々楽になるし、それからまあ第一、喧嘩がなくなりますねえ。僕はあんまり喧嘩しないんですけど、心の中からは喧嘩しないんですけども、それはなぜかって言いますと、いや、自分がまあ合ってるかな、間違ってるかなっていつも思うからなん。それをちょっと具体的な例で示したいと思いますが、私得意のここに紫式部の後ろ姿がありますけどね。 なんで紫式部っていうのを出してきたかって、まあ、紫式部って大体現氏物語書いたのは西暦1000年ですからね。今から1100年前なんですよ。まあ1000年前って言ってもいいかな。1000年前ぐらいに、えー、紫式部が現氏物語を書いた。まああのくらい名著を書いたわけですから、まあ女ですよね、えー。非常に頭のいい女性だと。まあこの人を例にとりまして、 千年前っていうのは僕らは何が正しいと思うか、思ってたかっていうのをちょっと説明しますとね。紫式部と私がタイムスリップして一緒になるとしま、一緒にこう行動できるとしますね。そして羽田空港がなんか行くんですよ。そしたら羽田空港から飛行機がバーッとボーイングが飛ん,んでいくでしょそれを紫式部に見せて、え紫式部さん、あれ何だと思いますかとこう言うんですよね。わけでそうすると紫式部はですね、見たことないから考えちゃいますよ。 なんだろうななんか、でかいものが飛んでるのは鳥みたいだけど、あれは鳥じゃないなって言うんで、例えば私にね、あれは武田先生わかんないけども、天狗ですかというようなことを言うと思うんですね。つまり、紫式部はなぜ飛行機と言わないかっていうと、これ当たり前で、紫式部の時代に飛行機がないからなんですね。単にないからなんですよ。で、ということはどういうことかって、ここよく考えてほしいんですけども、人間っていうのは、 自分の頭の中に入ってないものは思い浮かばないってことなんですよ。これ当たり前ですよね。頭の構造がそうなんですね。